はい、おはようございます。シャチくんでーす。よろしくお願いします。ではポケモン一匹縛りコンパンバージョンね、次やっていきたいと思います。ではシルフカンパニーから、ほい。ではね、アーボック戦からいきましょう。もうロケット弾はカモですからね、うちのブルセラちゃんには。はい、アーボックね、どうしよっかなー。いや、まあ、蹴散らず行こう。早急に倒そう、こいつらは。うん。レベル思ったより高くないな。だからレベル低くない？なんか、気のせい。このパターンだと、赤地区からじゃないと勝てなそうな気もするけどね。まあ、ライバルか。はい。あ、そうだ、図鑑見よっか。前回見るの忘れたね。モルフォンね。はい。モルフォン。毒ガポケモン。毒ガ。毒ガじゃないよね。毒のガってことだよね。高さ 1.5 メートル。重さ 12.5 キロ。あ、劇的ビフォーアフター。コンパンから半分以下になってるね、体重が。羽の鱗粉は体につくとなかなか取れない。しかもそこから毒の成分が染み込んでくる。すごい怖いじゃん。すごい怖いポケモンでしたね。だってその辺に飛んでるでしょ、こいつ。モルフォンが飛んでる地域にいたら、なかなか染みついてつかない毒が体中につくってこと？すげえ嫌じゃん。鱗粉ってことは飛んでるだけで落ちるよね。育てるポケモンとしても不向きですね。どうやって扱うんだろう。ああ、まずくない？あ、一応吸血しとけばよかったな。うん、よくない。いやー、よくないね。あ、オッケー。いや、大丈夫か？残りのポケモン覚えてない。あ、40レベル。うん。レアコイルね。いや、まあ、どうしよう。混乱狙う？いや、やっぱ特殊高い相手にな、やる技ないんですよね。吸血。ふはは。砂かきうぜえな。まあ、地道に倒すしかないね、これは。よし。はい。あー、まあ、そんなもんか。じゃあ、最近ねかな。急所で負けちゃうな。回復しとくか。急所 OK。あー、よかった。ありがたいね。電気ショックだったら怖かった。なんか、能力がさ、全体的に、普通だから、ちょっと苦戦するけど、地道に与えていけば勝てる。コン、ラン。いやー、うざい、これは。コンパの時なー、相手混乱させても全然、なんか、わけもわからず出なかったのに。キューコンいるの？え？そうだっけ？あ、ってことはブースターじゃないのか。シャワーズかな。いや、強い。なるほどね。シャワーズか。え、強いな。なるほど。てか、別に、どっちにしろ炎タイプいるのねって感じ。いやいや、特殊下がった。あー、痺れた。あ、オッケー。天才だ。いや、めっちゃ与える。思った以上に与えんな。あ、うん。はい。よーし、オッケー。砂かけ当たってるからね、怖いですよ。あ、ユンゲラ、え、やばくないこれ。ああ、やばいね。はい。あ、間違えた。しかも間違えた上に外した。あ、耐える。いや、でもこれね、ユンゲラより速いっていうのはでかいですよ。当たんない。急所で負けちゃうよ。よし。ちょっとやばいな。でも、念力で半分でしょ。
はい。なんでだよ。うわー、急に当たらん。いや、時間の問題、負けるまで。これは時間の問題すぎる。急所で負けるもんね。お願い。よし、やれ。はい。あー、なんてことでしょう。劇的ビフォーアフター。いや、もう行きます。よし、オッケー。結局ね、覚悟で、まあ、制約と制約ですね。これは負けるっていう可能性を秘めた戦いの時は外さない。シャワーズの攻撃でやられる技あるんかな。当たんない。あ、噛みつく。シンプルな技あった。強い。噛みつくしかないな。そしたら勝てるな。氷は、え？え？特殊そんな高い？はい。どう？ああ、まあまあ。いや、ちょっと地道に、ちょっともう傷薬がまずい。結構地道に回復しよう。はい、よし。どう？いまいちだな。なかなか泥仕合。攻撃も下がったしね。ピーピーなくなんな。これ一回ポケセンか、めんどくせえ。いや、そもそも勝てるのか全然当たんないです。よし、はい。弱っ。え、なんでシャワーズってそんな特殊高いの。なんか、え、こんなもん。え、ナイス混乱。あー、さらに砂かけ。わきわかで、そうか。巻き沸かしていく。いやー、危ない。めっちゃ金使わされる。よーし。はい。あー、あー、おー、あー、やったー。あぶねー。よかった、よかった。はい。でしょ。いや、とか、再起光線だけで勝てるか、別に。このままいっちゃおうか。ルル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 ルン。では、行きましょう。よーし。え、勝てるよね、再起光線で、多分。こいつらは、まあ、とりあえず余裕。うん。かわいそうだけどね。再起根を使うまでもないですよ。はい。もうちょいレベル欲しいね、夏目までに。はい。言うて再起光線も9発しかない。あー、倒しきれないか。だが、吸血もあります。はい。マタドガスの意味がなかったね、まったく。かわいそう。はい。いや、さすがに榊足りないかな。再起光線何発？あー、いや、どうだろう。微妙だな。いける気もするけど。あ、42。いいですね。素早さもう100超えるんだ。素早さそんな速いんだね。ガってそんなに速いイメージないけど、虫の中では。例えばゴキブリのポケモンっていないの？今はいんのかな。いたらめちゃくちゃ強くないとおかしいけど。虫でかなりの強者だからね、あいつは。でもテラフォーマーズを読んでるから、虫の知識はそこそこありますよ。ゴキブリとね。まあ、そんなこんなで、このままいっちゃいますけど、ピーピーだったらどうしよう。普通にこんなところでピーピーリカバーを使う羽目になる。ピーピーエイドか。はい。まあ、4体ぐらいならね、落とせるでしょう。まあ、まずはこのニドリーノを一撃で落とせるかが問題。
はい、頼ます。落ちないどうしよう。あ、まあ吸血で落ちないとまずいよこれ。3回しかない貴重な吸血。 OK、 素晴らしい。ギリギリの戦いですね。ペルシアンは2発で落ちないとまずいよ。急所でもいいんだよこっちは。あー、まずいね、まずいな。ちょっと予想と違ったね。これはどうしよう。はい、ギリいけるかな。タイフォーンさんが一撃で落ちてくれればいい。いや、これは使う羽目になりそう。急所そろそろ出ていいんじゃないの。そっか、そうなんだ。もういいや、もう使おう。ポケ戦に行くのをね怠ったがあまりに。あ、眠りごな43だっけ。これでじゃあもう夏目いけるな。まあ、眠りごなになったから永遠に眠りごなやって、あの悪あがきまで耐えるっていう戦法あるけどね。まあもう、まあ大丈夫でしょ。はい。こんなとこで PP エイド使う羽目になるとは思わなかったですよ。明らかに自分が悪いけど。いやでもポケ戦にね、何回も戻るのめんどくさいんですよ。本当に。はい。うん。まあやりました、とりあえず。これな、フーディン、ユンゲラよりは早いんじゃないの？ギリギリ。どうなんだろう。そしたら夏目勝てるけど。まあ、とりあえず行こうかな、夏目。うん、夏目行きます。どうですかね。嫁、あ、はい、嫁の元に来ました。まあ、夏目が嫁で、浮気相手がカンナですね、初代だったら。はい。叩いてほしい。これどうしようかな。ケーシー。いやでも眠りごなだよね、多分。はい。あーあああ、いやー、これが嫌だからさ、とて眠りごなで行ったんですけど、吸血で落ちるのが分かってれば、ああ、落ちないよね、やっぱ。そしたらやっぱ眠りごな入りじゃないとダメだね。もう今回諦めてるんですけど、すでに。まあ、一回ならまだあるか。うん。でも相手の攻撃耐えるとは思えないんだよな。ユンゲラーさん。どうせ2発で倒すなら吸血入りでもいいけどね。ユンゲラーのが早い、さすがに。あー、そんで最高ウェーブ、そう、最高ウェーブっていうね、チャンスがあるんですよ、こっちには。出ろ。あー、スプーン負けだ、終わった。あー、当たるんかい、ここで。あ、半分いかねえんだ。半分いかないし、自己再生あるんだ。やっぱ眠りごな必須だな。てかもう負けたいな、これは。負けたいですね。1。いやー、だってもう当たんないもん、こんなの。あ、当たった。これでも当たったけど、もう当たんないからな。当たるんかい。急所与えろ。たまには。なんか急所全然当たんないね。こうやって高い割には。当たる！急所！そろそろ出ていいよ。あー。いやー、どうしよう。フーディンに取っときたい。頑張ろう。フーディンに取っとかないと、勝てない。もう勝つ気でいこう、ここで。あー。無理だな。あ、でも眠りが深い。寝不足だったんでしょうね。なんか研究、あー、やった、吸収いいとこで出した。44レベル、勝ちます。この状況でも勝ちます。相手はスプーンでね、左目隠してるんで。リフレクターは良くないな。でもなんか最高ウェーブなんだよな。ありがた、耐えないでしょ、多分他の攻撃。
やったいけるぞ。とりあえず吸血2発当てよう。はい、まあしょうがない。あー、ディフェンダー前に当てたかったー。カッチンコッチンじゃん。ディフェンダーとリフレクターで。ですよね。じゃあもう特殊下げに行くしかないな。よし、特殊下げて混乱狙いに行こう。あ、よし、オッケー。混乱を狙います。そして当たんない。眠りが深い。あー、でも当たんない。あ、眠りが深いです。素晴らしい。ロングスリーパー。そして寝てる隙に混乱。ない。眠り深っかわいそう。やった。次起きるよね、さすがに。はい、天才がいます、ここに。ちゃんと、ああ天才じゃないそれあんだけ寝た後にな。あ、終わった。終わったかな。さすがに終わる。特殊下がってる。あー、マジか。はい、特殊下がってても99耐えないと。はい、2戦目どうしよっかな。ケイシーのフラッシュは当たってる場合じゃないんで、眠り粉当たることを信じるか、ディフェンダー使われるのを信じるかだけど、眠り粉いきます。よし、来たー。勝ったな。あー、ディフェンダーどっちでもよかったな。どの道吸血2回でケイシーは落ちてましたね。急所かい。どの道吸血でよかった全部が重なったな。ここもですね。はい、よし、オッケー。ぶんまぎ当たる前に倒したい。すごいの引いたな。よし、当てた。勝った。起きなきゃ勝ち。よし、勝った。これでいいんだよ。最初から、最初からこれでよかったのに。あの、ケイシーに眠り粉を外したところから全てが狂ってしまった。はい、ほんで、あ、OK。 眠りが深いな。ずっと眠り深いね、こいつら。 OK。 フーディンは初手でサイキネが来たら終わりと。ただそれだけの話。はい。いや、わかんない。わかんないよ。131もあるもん、だって。ストップ。はい、よいしょ。はーい。はい、じゃあ3戦目ね。というか、フーディンがもう最近出したら負け。あ、急所カーだったのか。何しても勝てるかわかんないんで。あ、外す。あ、外す。あぶねー。やる気を失うとこだった。まあそうねー。なんで、フーディンに眠り粉当てるとこぐらいまで行きたいね。はい、さっきすごい良かったんだけどなー。2戦目、あ、でも45に上がった。はい、これで何かが変わるかもしれないからね。まさかユンゲラーに先制できるようになっていない。あー、スプーン巻き当たる。あー、まあ、一発なら許せる。よし、そう、一発なら許せる。一発は、一回スプーン曲がったの見たぐらいで、そうそう外さないでしょ。だって、スプーン曲がっただけだからね。どういう原理なの？うわ、スプーン曲がった、すげえって、注目集めてるから命中下がるってこと？教えてほしい。倒せよ。おーい、おーい。いや、でもこれはフーディンに備えてる。つまりフーディンでは一回も外さないっていうことでしょ。そういうことだよね。信じてますよ、俺は。行きます。はい、よし、そし、とりあえず OK。 とりあえずサイコウェーブ OK からの、ローラ来た行くぜ。ディフェンダーだけで吸血に耐えられるかな。そして当たる、ちゃんと。急所は、あー、なんか思ったより与えない。
優勝はどうしてるの？ああ、いいよ。優勝留守すぎるよ。ああ。はい。よし、眠ってる。当たる。はい。ほら、来た。ラッキー。ぶんまげ、何それ美味しいのって感じだったな。なんか夏目乳首出てんな。左だけ。こっちから見てみる。あんまりそういう露出は控えてほしいな。夫としてはね。よし、そしたら関地区行きましょう。はい、そしたらね、関地区ジム行きましょう。ここはもうカモでしょう。まさか今日もね、自分がエースポケモンと使っているモルフォンでね、モルフォン短期で乗り込んでくるやつがいるとは思ってなかったことでしょう。行こう。変な名前つけてね。はい。ああ、さすがにね。あ、ラッキー。ジップシージャグラーね。ポケモン初代ジップシージャグラー名物。謎入れ替え。はい。アホすぎる。アホすぎます。はい。ありがとう。おかげでノーダメで勝てるね。一瞬サイキネとかで倒してポケセン行くのを怠ろうと思ったけど、セルフカンパニーのことを思い出しました。ユンゲラは倒すんじゃない？さすがにね。いいね。はい。で、アースリープね。やれ。本当にさ、なんか急所全然出ないんだけど。こんなもん？コーナーした。あーららららら。ワンチャン危ないよ、これ。ワンチャン危ない。危ないね。いや、でも俺、こんなとこで回復使わんよ。よし、危ない。すげえ危ねえことすんな、こいつ。やっぱり愛せないな。虫嫌いだからな、普通に。といえば。よし。そして一回戻ろう。危な。ほい。そしたら、たまにはね、あいつも、見してあげる？簡単に倒せそうだし。いつも時間かかりそうだからね、飛ばしてたけど。たまにはみんな見たいでしょう、スリーパーのことを。行きましょう、ジプシージャグラー。はい。とりあえずスリープからね。スリープとスリーパーってなんでこんなに気持ち悪いんだろう。なんか気持ち悪い。このジムのポケモン気持ち悪いな。これ以外のジプシージャグラーって違うの使ってくんのかな。戦ったことねえわ。初めて来た時以来戦ったことない気がする。見えない壁のせいでね、見えてるけど。これサイキネでやばいぞ。うん、あの回復できるからな。こんなにやばくないか。はい。あ、金縛り。戦闘がアホすぎて余裕だなんか。はい、ありがとうございます。ああ、47レベト。うん。特進も100になったね。なかなかできるな。ありがとう。よし、そしたら、強戦行きましょうか。パッパッパ。毒は食らわんけどね。なんでも直しあるしね。はい。すごいポーズだね。あの今日のポーズさ、実際どうやってんのあれ。え？前にダッシュ踏み込んでる時しかあのポーズできなくない？それか空飛んでるか、どっちでしょうね。はい、一撃。あー、いいね。あ、急所か。わからない、まだまだわからない。はい、やれ。
あ、一撃ですね。あ、急所。ずっと出なかったのに。ここに来て2連続急所。ありがたいね。モルフォンでやってほしかったな。モルフォン、俺のモルフォンよりレベル高い。急所3連続どうしちゃったの。え、すごくない？ってことはですよ。もしかしてだけど、4連続いっちゃう？あ、いかない。あ、プラスパワー。何やってんだ、ありがとう。勝ったね。いや、落とさないか、ギリギリ。あ、ギリギリ。特殊下がった。最近ね。まあ、特殊下がったんでね。かわいそうですが、これは、俺の勝ちです。なんでプラスパワー使ったんですか？はい。やっぱりさ、また急所。ははは。どうした？すごくなかった今の。技を5発放って4回急所っていうね。いやでも本来こんぐらい出なきゃおかしいスペックだよね多分。素早さ高いもんね。こんぐらいで出るんだろう。30% ぐらいで出んのかな。まあ出ないかさすがに。20とかかな。よーし、そしたらグレン島行こっかな。はい。じゃあグレンジム行きましょう。ここがねちょっと不安ありますよね。まあ眠り粉あるんでね。あとソーラービームの頭芯手に入れたんで覚えさすのありだけどな。結構悩ましいんですよね。再起光線もさ言うて混乱あるじゃないですか。吸血も多分ないと厳しい場面あるんで、カンナにはメガドレインかソーラービームないと無理か。悩ましい。ああ、やばい。当たんねえんだよな。あ、しかもあれか、眠り物あるからソーラービームいいな。やっぱさすがに再現光線いらないかね。はい、ちょっとやばいな。耐久力がなすぎる。よくないね。え？あ、ちゃんと負けた。ああ。はい、カツラね。普通に負けたな。まあまあ、でもあれは、ただ眠り物が当たんなかったらただそれだけ。当たれば勝つんだから、こっちが。そう。そうです。火炎放射のダメージはどうだったか気になるね。とりあえず50以上は受ける。やばいな。思った以上に与えないな。ちょっと不安がね生まれてきたね。ちょっとこれ9コンでこれか。いやまだ寝てるなら最低で2回だ。これどうしよっかな。でも特殊下げないとさ、混乱したって今じゃねえな。特殊下がれば、ワンチャン耐えるもんね。このタイプの技でもね。ギャロップね。ここも眠らしたい。よし、オッケー。いや、っていうことはですよ。ウィンディで多分最近を取っといた方がいい。まあ、6発、5発ぐらいあればいいか。ギャロップはここ2発で済まして、あ、今下がったね。特殊下がったならもうすでに再起でいいか。どうしよう。うん、急所。素晴らしい。このギャロップって確か炎の渦しかないよね。多分。オッケーです。順調です。もともとこういう予定だったしかも。素早さは、勝てる。よし、勝ったね。結局眠らせるのが最強なんですよ。眠り持ってるポケモンはね、それだけで強い。あ、特殊下げていく。もう一段階いっちゃう。はい。え、そんな一発でそんな。はい、どうですか。いい傷薬使ってもいいんだよ。すごい眠りが深かったね。はい、急所今更。よーし、オッケー、よかった。
眠り粉が当たんなかったらやばかったけど、ごめんな、カツラ、いつも。もうね、君は強いんだけど、こっちがもう強くなってるからね、そんなに強さを感じられない。ただそれだけなんだよ。よし。そしたら、榊のとこも行こうかな。結構サクサク進んでるね。天皇やれるほどではないか、でも。榊も、ダグトリューの地割れぐらいだよね。ほい。ほい。じゃあねー。榊のとこ来ましたと。あー、どうしようかな。サイドンいるのか。いや、覚えさせましょうか。トラビームね。よし、行きましょう。あやねー、サイケ光線を使って混乱待ちっていうパターンもなくはないなって思ったんですけど、まあ多分眠りあるからね。結局眠りに頼る戦法にはなるから、サイケ光線を忘れさせてソーラービームにしました。あいきなりね外すんですよ。それがブルセラ。もういいか、眠りとかいいや。はい、からこそパワー。相手もぐるぐるやってますけど、はいお疲れ、かわいそう。ソーラービームね。ソーラービームってなんだ太陽ビームだけどな。あれ違うか。え、ソーラーって何、太陽光まで行くのか。額のなさが出てはずいですね。はい、とにかく明るい安村にしか見えない。安心してくださいって感じ。はい、安心に。とにかく明るい安村といえばあれですね、僕テレビをほとんど見ないんですけど、まあ働き始めてからほとんど見てなくて、今ねなんか TikTok とかで流れて動いてるのを見たことあるんですけど、最近までね見たことなかったんですよ。小島よしおぐらい以降のね、まあ俗に言う一発屋芸人は本当に動いてんのほぼ見たことないですね。テレビね見なかったんですよね、昔から。あんまり大学生超えたぐらいから見てないな、あんま。だから時代についていけなかったですね、当時は。ガラケーの時はね、まあ、スマホになってからやっぱ TikTok からだよな。言うて YouTube も普通の芸能はそんなにね。あー、先生取れんだいやもういいって、やだ、なんで最初に当てなかったの、眠り子な。だるいわ、めっちゃウケるし。え、これソーラービーム2ターンかけて外したらやだな。はい、よかったー。砂かけやだな、ほんとに。すごくやだ。ペルちゃんじゃん。ペルちゃんより早いのすごいね。あ、ここはサイキネかな。あーでもよかった、まあ一発ぐらいならいけるか。頑張りましょう、萎えてる場合じゃない。はい、はい、外すなよ。よーし。てか命中下がってる時の2ターン技ってちょっとほんとやるの億劫だな。で、まあ、ここはもうご利用しましょうよ。いけるっしょ。無理？無理か？あ、無理だ。ああ、まあまあ、まあまあまあ。雷なんだね。地震じゃないんだ。あ、二度クイーンはないのか。あう。ああ、よくねえなー。ここで回復しときます。よし。回復したんで。よし、オッケー。
最後のさ、サイドン戦だけトラビーム外して新球所で負けるとかはやめてほしいな。こういうことを言うとリアルに現実になっちゃうから、ここはもう、あー外すんだ。あ、でもなぜか雷ですね。こんなにやるわさないのこいつ。ナイス急所、そろそろ急所でいいよ。どうでしょうか。あー、あ、ナイス、あー外した、最後の一発。どうしよう、どうしよう、どうしよう。よし、どんぐらいいく。あー、まあそっか、よくないね、よくないな、よくないね。これサイドン耐えないぞ。これ眠りゴナ当てるしかないか。眠りゴナ当てる以外に方法ないよね。絶対耐えないし。いやでも俺あいつさ、いや行くか、よーし、オッケー。いやこのサイドン自信なかった気もすんだよ。当てたら勝ちです。はい、よく眠りゴナ当たったね。そんなもんですよね。はい、2度目の挑戦。長い、眠りが深い。あんなパッチリ二重なのに。クソが、なんでさっき当たったんだ。むしろよーし、やったー、普通に勝った、何のひねりもなく勝った。急所ありがとうございます。なんか見せ場ね、せめてものね。急所決め、攻撃も100になったね。全体的に高くない？ 52 レベルでこんなに3桁いくっけ？なんか強いな。まあ、器用貧乏さんですね、完全に。よーし、そしたら、今回はこの辺で終わろうかな。天童もさ、なんだかんだいけそうじゃない？サンナに対抗する手段があるのがいいよね。うん。はい。はい、ということでね、そんな感じで今回はこの辺りで終わりたいと思います。今回もね、ご視聴ありがとうございます。コメント高評価も本当にありがとうございます。また次回もよかったらよろしくお願いします。バイバーイ。